ああ、いいですよ。みたいなこともできるでしょ。それも定期ができるんだっけ？今なんかちょっとできて、まあ、なんだろう、置き場所で指定するとか、そう、それができますね。ですよね。壁にぴったりつけた場合とか、うん、あ、壁際かっていうか、壁とウォールは定期盛り上がるから、はい、その補正をするけどね。で、これはちょっとニュートラル、あ、まあいいや、それはない。これがそのダイラックライブ。ああ、ディラックライブ。はい。これ、ディラックですか。これに対応してるんで。ああ、すごいね。で、スピーカーの配置なんかも、例えばこう、テストトーン鳴らして、左鳴らしたら右が鳴っちゃったっていう場合は、長押しして、こうやって引っ張って入れ替えれば、チャンネルがカット変わるらしい。なるほど。面白いね。だからこれは、機械のやつなんですけど、多分テレビに入れば多分テレビの画面でやれるんだろうしっていうことですよ